それではまず最初に TV 福祉地方に考える会の会長の山本先生から一言お願いします。毎回ご苦労様です。で、TPP 慎重に考える会、今日は41回目 の、 勉強会ですが、先般10月18日に桂代表の方が来日して、いろいろな政府の要人とお会いなさったようです。私も大変その内容について、あるいは事前協議がどこまで進んでいるか、例えば牛肉の問題についても、もう最近30ヶ月でイカのを入れるというような答申が出たり、そしていわゆる保険とか共済にしてもがん保険はやらないとか、いろんな形で次々と我々が党の PTA に込めた前払いを事実やってて、あとは自動車の交渉が残っているんじゃないかと新聞等々に報道されているところです。そのタイミングで桂さんが来日したということは、当然大変大事な大事な話し合いで桂さんが来たんじゃないかと思いますので、今日はしっかりそこのところを政府から聞かなければならないと思っているところです。実は10月16日の枝野大臣が記者会見して、こういうことを言ってますね。TPP 交渉参加について首相にぜひ決断していただけるように、私からも繰り返しお願いしていきたいと。で、交渉参加の時期についてはどういうタイミングでどういうやり方をしたらいいかということはこれからですという記者会見の内容、そういう内容ですけれども、これからしても今回ただ表敬訪問だという形でのペーパー、いわゆる国民に事前協議の情報を提供しない、これは総理が一昨年の11月に言ってたと思いますけど、国民に情報を開示し、いわゆる事前協議の内容の情報を開示し、それから国民的いわゆる議論を経てと、実際には情報も開示されてない、単なる前の前の時のその報告を各県ごとにしただけの話で、国民的議論はまさに行われていないと。